おはようございます。のりまるです。今日は2019年12月の23日、週明け月曜日ですね。今時刻は朝9時16分です。今日も今週がスタートした週明け月曜日、今時刻にね、チャート観察というところで、あれこれとお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。これ、ドル円。今これ、1時間足ですね。で、先ほどちょっとね、一旦売りのエントリーをしたっていうところです。まあもうね、そんなに長期保有するわけではないですけども、週明けの動きとしてね、一旦今、売りのポジションを持ってるっていう状況です。で、今のね、流れっていうところを、どれ、この4時間足、ないし、日足っていうところを見てみると、ここですね、先週末に、一旦これね、先週大きく売りを伝えたんですけども、この4時間の押し安値、ねを、下抜けることができなかったと。一応ね、値段的には更新はしてるんですけれども、強く反発をして、短期でね、押し目買いが入って、ずっとこの4時間の流れの、レンジ、サポートからね、ずっと反発していったっていう流れですね。で、これを、上位足の日足で見てみると、こんな感じ。安値を切り上げて、高値を切り上げて、ただ、ここにはね、週足の切り下げが、迫ってきてると。これ見事にね、週足の、切り下げラインに当たって、こう、じわ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 切り下げてきてるような、その流れですよね。で、ここだけ見ると、もう単純にね、この、日足の移動平均線に向かって、よいしょ、ほら、こうね、レートが動いてくる可能性っていうのが、かなり強いのかなっていうところですね。で、今その時間調整ですね。ここで強くドーンと買われた流れの、時間調整、横の動き、レンジを作ってきてるっていう状況が、色濃く出てる部分だとは思います。で、そんな中で、週明けっていうところで、様子を見ていきたいっていうところですね。で、そこを、再度4時間の流れで見てみると、現状ね、4時間足レベルの戻り売りが入ってきた場面なんですよね。先週にここ強くドーンと売りを伝えた流れ、この売りを伝えた流れに対しての、60.8%っていうところが今現状ラインで、109.5円から109.48とか、その辺ですね。なので、一旦、今週の週明けは、下に窓を開けてスタートしているチャートですけれども、そこからね、ぐーっと上昇した後に直近高値ですよね、ここ。これが109.52519、その辺ですね。この戻り高値、その近辺の動きで、この急落を作ったね、先週にこの天井圏からドンと、一旦この下、先週の初めですね、ここを試しに行った、そういった動きの、戻り高値、ここに、今値段がいると。ここも緑で引いておきましょうか。値段でいうと、109.50、この辺ですよね。で、これが、さっき見ていたこの4時間のこの戻り売りが、疑える場面っていうところと、今ね、こういう切り上げができてきてですね、これが4時間の戻しですよね。こんな感じで。もちろん、ここからこの戻り売りが入ってドーンと下がっていく可能性もあるわけですけども、さっき見ていたね、日足の流れっていうところを加味すると、もうしばらくね、この範囲で、レンジ化してくる可能性の方が、高いのかなと。考慮すると、ある程度まで下がってくると、今度はね、この4時間以下の時間足で、こう、押し目が入ってくるような、そういった動きがね、想定できるっていうところですね。で、今は4時間のこうダブルトップを作って、この4時間足レベルのこの戻り売りが入ってきてると。それが、こういったネックライン、値段で言うと109.4円とか。今自分でやってるんで、そのあたりまでのショートですね。で、もしくは、現状、この週明け、窓を開けてスタートした、この安値、109.315、この辺からの、ロングっていうのがね、次の、ターゲットになってくるのかなというふうには思います。現状、これ4時間の押し目なんで、こういう流れがね、想定できる場面かなと。で、その、このね、逆側のこのトレンドをブレイクしてくると、こういうところが、今見てる30分、1時間足レベルのこの押し目買いですね。で、再度この109.5円だったり、次はね、この直近高値、
冷やしのレンジ上限 109.7 円近辺ですよね。このあたり前の値動きっていうのが疑える場面かなと。もうただね、もう今この動きを見て分かる通り、もうすでにね、小幅な動き、まあ、冷やし4時間のレンジを作っている、あと週足との持ち合いですよね、という状況を踏まえると、まあ、正直もうやってもしょうがないっていう部分ではあるので、もうね、もう明日、明後日と、もうクリスマスも差し迫っていて、でそこからまあ1週間経つと、今年も終わり、令和元年も終わりですよね。うん、でこういったまあ大型、まあ、年末年始っていうのは、大型投資家さんがまあお休みを取ったり、まあ、機関投資家とかね、大型フェッチファンドとかもお休みの時期だったり、まあ、そんな中で、まあ、突発的な値動きでね、大きく値が飛んだり、急落をしたりするっていうリスクがあるのも、こういった時期なんですよね。なので、そういったまあリスクを、まあ、回避するためにも、まあ、ボラティティがなくなってきたり、あとまあ時期的な問題で、まあ、年末差し迫って押し迫ってくる時期には様子見をして、まあ、全てのポジションを解消してね、様子見をしていくっていうのが、まあ、一番ベターな選択肢にはなってくるっていうところですね。で、まあ、ここでまあ勝負を仕掛ける必要も正直なくて、まあ、分からないところでは分からない動きをするっていうのは、まあ、全ての人が共通認識を持ってる、分からない、分かりにくいっていう共通認識を持ってるからこそ、まあ、レンジ化したいね、小幅の動きをしていくっていう、まあ、事実があるので、まあ、はっきりとした、ね、動きになれば、まあ、その方向についていくっていうのが、まあ、ベターなのかなというふうに思います。はい、他の通貨ペアも同様ですよね。冷やし、これがユーロドルの冷やしですね。この大きい時間足、これが冷やしのユーロドル、まあ、高値レジスタンスされている 1.118 近辺ですね、と下安値切り上げてきている状況。それ以下は時間足だと4時間でね、こうトレンドができてきたんですけども、この 1.118 というところは一旦修正波が入ってきて、先週末は強く売られて終わったと。でここにあるのが冷やしのネックラインですよね。1.108 だったかな。うん、でそこでまあどうなるのかっていうところを見ていきたいわけですけども、現状ね、4時間冷やしでこの切り上げてきている流れをブレイクしていったので、このレジスタンスから、まあ、レンジ上限、持ち合いの上限からの、まあ、この売りのターンっていうのが、まあ、狙いやすい状況にはなってきているのかなと。でただまあ売るという選択肢を考えたとすると、より高い位置から売りたいっていうのが、まあ、ベストな流れになってくるわけで、仮にね、この辺りで反発をして高い位置、まあ、この辺ですかね、値段でいうと 1.111 とか 1.1115 とか、この戻り高値付近まで来ると、この流れに対してね、戻り売りが入ってくるので、まあ、狙いやすいかなと。でそれあともう一つは、今かなり強くズドーンと売られてきて、これ、まあ、ちょうどね、移動平均線、冷やしの移動平均線に、まあ、上から下に当たるような位置で、ここにあるのが冷やしのネックラインだったり、まあ、上位足の抵抗帯なんですよね。 1.118 この近辺なんで、こういったところからの反発の買いっていうのが、まあ、一時的に狙えそうな場面にはいるかなと。まあ、週明けの動きとして、まあ、狙うとすればね、まあ、そちら方向に狙う方が、まあ、チャンスは大きいかなというふうに思います。現状一旦この強い、下落から、まあ、反発をしてね、週が終わって、まあ、週明け下髭付けでね、まあ、上昇に転じるのかどうなのかなっていう、そんな動きが、まあ、出てきてるところですね。まあ、自分は先週末にね、この辺りで1回買いのエントリーしたんですよね。ただまあそこは、まあ、損切られて終わりました。13ピプス、5ピプスだったかな。うん、でもその動きはまあ同様に、今現状、まあ、狙うとすればね、まあ、その辺りの動きにはなってくるのかなというふうには思います。ただまあ上がってきたとしても、さっき見ていたね、 1.111 そこまで、40ピプス、30ピプス、40ピプスぐらい、まあ、最大でそのぐらいの範囲を狙うような、上位足の戻り、まあ、逆張りをするようなイメージが強いので、まあ、上位足の流れがね、上から下に向かってきているわけなので、まあ、それを踏まえて、もうちょっとの値上げ動きを取るようなトレードであれば、まあ、やりたいこともないかなと。ところですね。
で、現状、まあ、1.108、これがまあ上足、日足の抵抗体からややちょっと売られてきて、これが今週の初めですよね。7時、6時、違うか。ここか、ここですね。で、下に窓を開けてスタートしたところなんで、まあ、こういうところがやっぱり意識されるのかなというところで、まあ、ここに向けてね、まあ、買いにこう、押し目を作ってきてくれれば、こういった押し目をまあブレイクするところからね、まあ、一旦の買い場がまあ出てくる可能性はあるので、まあ、狙い目としてはまあこの辺り、まあ、週明けにね、まあ、何を狙っていこうかなとすると、まあ、今日の夕方から夜にかけて、まあ、押し目を作ってくれば、まあ、狙える状況はあるかなというふうに思います。まあ、仮にね、こんな形になれば一旦ちょっとだけ買ってみようかなというふうには思ってます。で、これはポンドドルですね。ポンドドルは勢いよく上昇した後にズドーンと落ちてきて、まあ、窓を開けたところを、まあ、全戻しした、そのまま勢いそのままに、直近安でも超えて、高値を作って押し安でも抜けて、今かなりの勢いで、下落をしてきていると。で、これがちょうどね、今移動平均線、日足のレベルの移動平均線を、まあ、下抜けるのかどうなのかなっていう、まあ、そんなところに差し掛かっている状況ですね。で、まあ、ポンドに関してはもう、まあ、よっぽどのことがなければ、まあ、狙わない、しばらくはね、狙わないっていうところを見据えてね、このチャートを見てるっていうのが、まあ、今現状の自分の流れ、です。で、ざっくりと上位足の流れを見てみると、もう月足ですよね。この月足の切り下げっていうところ、この月足のダブルボトムっていうところ、で、ちょうどこの移動平均線、上抜けるのか抜けないのか、今ね、陽線が立った状況からぐーっと売り落とされて、今ね、かなり長いこう上髭をつけて、ここでどこでこうこの足が確定するのかなと、年末差し迫ってきていて、12月がね、終わるとこの足が確定するわけですけども、仮にここで高値1.295とかその辺かな、ここでここまでまあ下がってくる、ないしこれがね、陰線、上髭出した陰線で終わるのことがあると、一旦これが月足レベルの切り下げ、まあ、トレンドが継続、まだ明確に超えていかないっていう状況が、まあ、生まれる可能性はあるので、まだね、一時的な下落、まあ、強い下落が出てくる可能性はあるわけですけども、ここまでのそのポンドの背景っていうところを見ると、ここがね、まあ、史上最安値をつけた、イギリス EU 脱の国民投票、2年前、3年前かな、まあ、一番最初に行われた国民投票で、ドーンと歴史的な暴落を見せて、史上最安値をつけたっていう、ここに、そういった意味の値段があって、そこから急反発をして、まあ、2番底ですね、ダブルボトムをつけたっていう、まあ、事実があって、ただ厳密に言うと、まだここを明確に超えてはいないので、この持ち合いの中ですね、この持ち合いの中で続いていくっていう動きは、まあ、継続していくわけですけども、まあ、月足以下の時間足で見ると、これ月足で見てもね、かなり強い陽線が立ってる。一旦ここで、まあ、レジスタンスされたとしても、まあ、それがいい押し目となってね、まあ、トレンド転換、この高値を、最終的にこの高値を超えて、ぐーっと、まあ、強烈な上昇、上位足の、まあ、トレンド転換をしていく可能性っていうのが、まあ、大いに、まあ、疑える場面っていうのはね、まあ、考えておかなければいけないところですね。で、そのまあ目安としては、まあ、この週足の切り上げ、トレンドができてきている中で、この高値を作った現状、押し安値がこの辺りですよね。1.28とか、まあ、そこまで200ピップスぐらい。もしくはまあそれを割り込んだ位置。この、まあこの辺ですかね、戻り高値。これが値段で言うと1.27ちょっとぐらい。これがまあこの高値に対しての60.8%、この上昇に対しての60.8%。そういった位置っていうのが、この週足の切り上げ、トレンドに乗るような、動き。これが、まあ、上足、日足、月足レベルのトレンド転換のきっかけになり得るような場面。で、仮にこれ、週間の動きで見たとすると、この上昇に対しての、この修正波、まあ、押し目になるので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここまで9本、10本、ロス足9本、10本分ぐらいの、この上昇を作ってきたっていうところは、そこから同様にね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ、この辺かな。まあ、どういう動きになるか正直わからないですけども、まあ、こんな感じでね、
トレンドを作って上昇していくような動きっていうのが、ロス会社の動きからすると4週5週、1月2月後ぐらいに向けて、この辺り週足の押し目、サポートタッチっていうところからの動きを狙える状況ができる可能性はあると。じゃあそこまでもう様子を見ていこうかなというふうに思ってます。もちろんね、そうならない可能性もありますし、この後、この状況からギュドーンとね、再度急上昇する可能性もあると。ただ今この上髭出して、突き足レベルの上髭を出して、強烈に売られてきてるっていうところを見れば、ひとまずね、この足が確定するのを待った後に、再度ね、同様の考察をしていって、チャンスがあれば見ていきたいと。で、そのチャンスっていうのは、ポンドドルで言えばこの月足レベルのトレンド転換ですよね。ダブルボトムからのトレンド転換、これが疑える状況にいるっていうところはあるので、それを踏まえて、チャートを見ていくと、チャンスはあるかなと。そういったチャンスを見据えるときにはね、焦ってもしょうがないですし、じっくりと構えて、しっかりと今の状況であれば落ちるまで我慢する。それをね、自分は見ていこうかなというふうには思ってます。例えばね、こういう以前レンジを作った部分、今ここに差し迫ってきているので、これがね、レジサポ転換、サポートとして機能して反発する可能性あるんですけども、落ちてくるナイフはね、掴むななんて、相場の隠れんって言われている通り、ここも一瞬で割って、まだまだ下がる可能性はある場面なんですよね。ただもちろんこのラインで、値段で言うと1.30かな。何度かこう、例えば日足4時間足レベルで、ダブルボトムないし、短期の切り上げを見せるような動きがあれば、ライン、この高値が意識されるっていうのが後押しとして見て取れるので、そこから買うことは可能ですけれども、ただ高い位置まで行くとどうしてもね、強烈に売られやすいっていうのは、事実としてね、チャートの中であるので、で下がったとすると、この辺ですね、1.27とか1.28とか、まだそこまで200ピプスぐらい、値幅的にもあるので、様子見の展開が続くのかなと。で、加えて言うとね、ズドーンといった先っていうのは、ここにも見て取れる通り、レンジ化しやすいですよね。急騰の後は横の動きをして、さらに高値を目指していくと。逆にドーンといった後、仮にそれが押し目となって機能する可能性があったとしても、やっぱりね、時間調整の横の動き、レンジを作ってくるっていう時間は必要、不可欠だとは思うので、そんなに焦らなくても、次のチャンスっていうのは疑える、ついていける状況にはいるのかなと。焦れば焦るほどね、今のこの急激な動きに惑わされてしまうってことにもつながると思うので、ちょっとね、様子を見ていきたいっていうふうには思ってます。で、ポンズルと同様に、これポンド円ですね。こちらも現状、月足レベルで切り下げてきている形と、これダブルボトムを作ってきているところ、で週足の切り上げを作ってきているところ、で今、12月1月の月足っていうのが、上髭つけて、まだ確定をしてない、どうなるかわからないっていう状況にはいると。そこを週足ないし、日足で見てみると、強烈な上昇して、直近高値に迫ってきているような動きがあると。これもね、週足レベル、相当力強い動き、もちろんね、月足っていう、それさらに上位の時間足の方が強いわけですけども、週足、日足のトレンドっていうのはそうそう出ないわけで、それが現状、切り上げてきている形と、強烈な上昇によってできてきていると。なんで、やっぱり見ていきたいのは、この週足の切り上げっていうところは、確認して見ていきたいなっていうところですね。チャートの流れとしても、ポンドローと同様の動きをしてきているので、下がってきたら、一旦のね、いい会話が来るのかなと。もちろん今は、その月足の戻り売り、月足の切り下げに乗った売りが入ってきてるので、売る選択肢の方が、ベターではありますけども、すでにね、今大きく下がってきてしまっているので、今売るにしては、弱いかなと。もちろん今ね、窓を埋めて、これ5分足ですけども、高値、ここから高値ダブルトップないし、短期の切り下げを打ったところから、戻り売りを出ていくのは、一つの選択肢としてはありですけども、ちょっとね、今中途半端な位置にいるっていうのは正直なところなので、様子見をしていこうかなというふうに思ってます。
まあ、一応目安としてはね、この急激な上昇を作った今、押し安値、値段で言うと1点、え、違う、143円か。まあ、143円ぐらいまで来ると、4時間足レベルの戻り売りが入ってくるので、まあ、いい売りのポイントとしては、まあ、そのあたりなのかなというふうには、思います。まあ、そのぐらいかな。上位足の流れ、としては、長期のトレンドが変わりそうだと。まあ、ドル円に関して言うと、この日足レベルの、レンジ、持ち合い、日足、週足レベルのレンジ持ち合い、これの今、決着を待ってきてると。まあ、ユーロだったり、ポンドだったりっていうところも、日足、週足、まあ、月足レベルのこの持ち合いの中にいると。まあ、長期の流れ、まあ、かなりね、長い時間足なので、そのトレンド転換にはもうしばらく時間がかかるというのはね、まあ、見て取れる状況ではありますけれども、まあ、近い未来にこのトレンドが大きく動いてくる場面というのは必ず来るわけで、まあ、それがね、例えばまあもうすでに今日明日に来るのか、まあ、年末に来るのか、まあ、年明け早々に来るのか、まあ、少し待った2月ぐらいに来るのか、まあ、それをね、まあ、しっかりと見定めて、この後のチャートを見ていきたいっていうところですね。まあ、チャートを見る分には、まあ、ただですし、まあ、いくらでも観察できるわけですし、ただね、大きく動く可能性がある、まあ、不安な部分がある、まあ、危険な部分があるっていうところは、まあ、ポジションはね、解消して、まあ、チャートだけを見ていくと。それが、まあ、一番安全かつね、まあ、生き残るためには、まあ、必要な選択肢にはなってくるのかなというふうには、思います。はい、そのところですかね。はい、ちょっとね、ダーダーと喋ってしまいましたけども、2019年12月23日、今年もあと2週、まあ、週明け月曜日の値動きとして、チャート観察あれこれとお伝えしていきました。何らかの参考になれば幸いです。それでは今日も一日張り切っていきましょう。